さほどのはずなんで、3回って早いな。169回か。まあ、ちょうどいい、ちょうど区切りのいい数字になったところで、ここでしっかり決めていきたいですね。区切りいいのか。区切り別に良くないんだよな。169って13の2乗ってだけなんだよな。さあ、あれですよ、やっぱり何でしたっけ、直角三角形の定理でしたっけ。それでなんか5の2乗足す12の2乗は13の2乗みたいな、そういう数字が頭の中こびりついているんで、そんなこびりついてもいませんが、だから169ってなんか区切りのいい数字ってなっちゃいますよね。さて、炎をしっかりとかわしまして、登っていきましょう。はい、さあ、特にね、もう5の1と5の2で解説することはしたんでね、ましてやもう169回死んでる間にいろいろフリートークもしてきたんで、本当に話すことがないですね。もう過去の話を繰り返していいのであれば、本当アニメの話ばっかりになりますが、はい、フリーズ今発生したんで、次回はその10秒後あたり、10秒じゃない、1分10秒後あたり、20秒あたりを警戒しましょう。あぶ、今のでちょっと目が覚めたかもしれない。今の声ちょっとあれだな、今の声が出るってことは結構目が覚めてきたかもしれません。よし、じゃあテンション上げていこう。もう今からね、もう先ほどまで見ていたと言っていますが、普通に寝る前に見ていたんで、7時間くらい前に見ていたご中佐の話でもしましょうか。よし、ちょっと、いやでも実際ご中佐の話題は、いやでもご中佐今やってますけど、なんかマット見返してますね。本当あのキャラクターのね、マットを見ていますね。まあ、どのキャラクターが好きかっていうのがちょっとバレると、ちょっとなんかやっぱり恥ずかしいところもあるんで、まあ、髪の色だけ言えば金髪の子なんですけど、まあそうですね、その子のマットをずっと見てましたね。うん、その子のって言い方もあんま良くないんでしょうけどね。さあ、もう一回、20秒あたりフリーズ警戒ですよね。で、今本当に20秒ちょっきりで来たんで、次回は1分10秒後の30秒あたりフリーズ警戒しましょう。さあ、もう一回行きましょう。さあ、金髪のこと言ってもね、別にきちっこけしさんは関係ないんでね。いや、でも実際なんでしょう、結構比較されますよね。あの2つは結構比較されますけど、実際制作者っていうか、書いてる人っていうか、原作者は違いますよね。その割にはなんか、その金毛座とご中佐は2つで1セットみたいな印象ありますけどね。何なんですかね、あの流れ。雰囲気が似てるからかな。いや、でも内容違うよな。いや、違くもないか。いや、違うか。大体なんかああいう日常系のアニメっていうのは、なんか学校で始まり、なんかそういう風な感じで、なんか部活とかでなんか集まったりするのが王道な感じですが、なんでしょうね。金毛座は学校だよな、完全に。で、部活も何もなしに、ただ学校で仲いい友達、なんかリア充としてなんかグループを組んでなんか話しているみたいな、そんな感じですよね。で、今フリーズ発生したな。次42秒あたりフリーズ警戒しましょう。あれ、じゃあなんだろう。で、ごっちうさがだってカフェの話だから、別に学校のクラスメートってわけでもあるか。学校のクラスメートでもあるのか。別に比較されるような感じでもないはずなんですけどね。あれですかね、柳田と、なんだろう、山田みたいな、あのどっちもトリプルスリーっていうことで比較されてるってだけで、中身は全然違うみたいな。中身違うよな。まあ、確かに柳田も山田も制作者は違いますけれども、なんか結構比較されますよね。制作者違うって結構ちょっとあれだな、よろしくない意味になってしまうんでやめておこう。普通にちょっと下ネタの方になってしまうんでやめておこう。あまり下ネタは得意ではない。そう、なんでしょうね、別に下ネタ話してる人を聞くわけではないんですけれども、なんか自分がその話題入ろうとするとちょっと入れないんですよ。やっぱり下ネタって苦手ですね。まだフリーズ発生しないか。そろそろフリーズ来てもおかしくないんですが、発生しないのか。いや、そうか、カブレラだから42の時に来るから。で、ちょっとプラマイ5秒あたり消え、まだ来ないか。47秒、48秒あたりでフリーズ来たんで、次回はその1分10秒後である58秒、もう00秒でいい、00秒あたりにフリーズ警戒ですね。なんだかんだで普通にピアノまで来ましたね。こっからちゃんと解説していこう。まず1個目はここのやつを
危な、よく乗ったな今ので、ここ崖つかまりできない足場なんで気をつけましょう。本当に今みたいに角度調整するときもこういうハイハイとかでやんないと普通にスッて落ちるんで、ここ結構ねスッて落ちるんですよ、無慈悲に落ちるん で、 でピアノさんをちょっと動かしまして、であのあそこにいるピアノさんを動かしたいんですよ。こいつこのピアノ邪魔なんで、これでここの2つ目を取りつつ動かして、寝ぼすけさんだな寝ぼすけさんですね。まだフリーズ発生しないからもう一回行こう。でカメラアングルがねここ結構よろしくないので気をつけつつ行きましょう。いいですね、これで動いて、これをすることによってあいつはもう大丈夫と。でちょっとフリーズ待ちたいけど、この3つ目くらいはいいか、見えないんだよな、危ない危ない。さあそしてそろそろフリーズ、ちょっとフリーズ待ちますか。で一回ピアノ動かそう、こうすれば動く。でフリーズちょっと待ちましょうか、00秒あたり警戒だったはずだから、カモンフリーズ、07秒あたりに発生したんで次回は17秒あたりフリーズ警戒ですね。ピアノさん邪魔だな、よしおとなしくなった。で角度的にちょっとここで合わせとこう、あかんくない、これ方向転換したいんだけどどうだ、ぐるん危なさあであと1匹だな、あと1つのシークレット、こいつ邪魔だな、ピアノさん怖いですね、危な。さあそして危な、終わったあーもうなんでしょうね、この夜中の4時だからさほどテンションも上がらないし、休憩明けから19回目で成功し、20回目で成功したからあまりテンション上がらないけど結構いいスターが取れたという、まあ思ったより死ななかった。